仕事前に早朝トレをしているのですが、トレ1時間前にバナナとプロテインしか飲んでいないですが、カタボリックが心配です。あのね、これは俺もよくやるというか、結構朝早い時は何も食べないでやってる時もあるぐらい。なので、それほど気にする必要はない。なので、まあ前日の夜に食べてるわけじゃない。で、それがちゃんとグリコーゲンとして体内、まあ、新陳代謝もあるので、寝てる間にね、グリコーゲンが少なくなるということももちろんあるけれども、バナナとプロテイン飲んでやればカタボリックは大丈夫です。まあ俺は大丈夫ですって言ったら安心してできるかな。俺もやってるからね、これね。